これなんか議題考えてたんだけど、なんだっけな。議題結構最近たくさんあったんだよ。ダベりたい、ダベりたい議題が。醤油。ああ、そう。じゃあ、ちょっといくつかお題言うんで、なんかピンときたやつを教えてください。はい。ギターソロが飛ばされると、あ、最近ね、はい、ツイッターで話題になってますけど、どういうこと？そのギターソロを飛ばす若者が最近増えてるらしいよね。飛ばすって忘れる？そう、あのサブスクとかでギターソロが流れ出したらそこだけ飛ばすみたいな、 YouTube とかで、ね、なんかそういう曲を聴いてそこは長いからすごい、まあ、イントロ削るとか、まあ要するにもうそこ聴いて時間がもったいないからギターソロ飛ばして、そういう人たちが増えてるらしいと、うん、っていうのがまず一つ目っていう話がまず一つ目ですね、はい。あの全国のライブハウスでドラムが破壊されまくってるけど、ね、はい、もうね、バスドラにギターを突き刺し男、はい、いますね、ツイッターで、はい、ドラムセットをひっくり返してこれが俺の生き方宣言男ってね、はい、この間もツイッターでいましたね、はい、実際に俺がライブハウスで見たやつね、プロジェクターにぶら下がり、プロジェクターの、金属の部分曲げる男ね、あと、マイク破壊男、はい、うん、はい、まあそういう、それがこういう、そういうなんか、そう、はい、破壊する、はい、機材破壊、ライブハウスで機材破壊する 男たちがいる。クラッシュマンミュージシャン。そう、剣について。はい、あとは、演奏禁止って、デカデカと、ね、ストリートライブの、ね、やってる人たちが、の後ろに、デカデカと演奏禁止の看板が書いてるのに、はい、それをこう、ストリートライブ、どうだ、俺たちのパフォーマンスはって言って、やってらっしゃる、まあ、インフルエンサー、ギタリスト、はい、ベーシストの方が最近いて、すみません、ちょっと漏れてましたね。ちょっと漏れてましたね。ストリ、まあ、ストリートライブの難しさっていうところもちょっとあります。はい、っていうのがやるんですね。あとですね、まあ、筋トレ、楽器やる上で筋トレって必要ですか、うん、っていう話ですね。はい。っていうのもあって、まあ、あとは、もうね、あの、プロになるという言葉ですね。そのプロになるっていう言葉に価値はあるのかないのか、はい、もうなくなってきてるんじゃないかっていう話ですね。はい。はい、まあ大体そうなんですかね。自分がもし喋るとしたら、一つ目か二つ目か最後です。でも最後は、うん、まあ、ちょっと今後どういうふうに動くかによって、発言をどう気をつければいいのかがちょっと想像ができないので。はい、多分自分が責任持って発言できるのが一つ目と二つ目です、ね。なるほどね。ロギーどうですか。別にどれでもいい。ええ。いや別にどれでも。どれでも。一つ目何でしたっけ。一つ目はギターソロが飛ばされるわけですね。はい。とあとクラッシャーですね。そう、あとライブハウスの機材クラッシャーについて、はいはい、その二つは自分の思ったことを素直に多分伝えられるかな。なるほど。どれでもいい。どれですか。じゃあ今日のお題、ギターソロが飛ばされる件ですね。最近流行ってます、はい、うん、ちょっとツイッターで話題になりました、まあ、最近の人たちはもうギターに興味がねえのかと、ギターという表現に対しても興味がないのかというくらい、ギターソロが入るとうざい、長い、やかましいと思って飛ばすと、はい、もうなんなら歪んだギターがもう嫌みたいな話まで出てきます、はい、うん、それすごいですね。いや、すごいそうか、なんかでも改めてなんか、あ、ハッとさせられたね、なんか、そうですね、まあ、ただなんだろう、いやー、こうなることが予想できたっていうわけではないんですけれども、うんうんうん、まあ、拍車がかかってこうなったかっていう、そもそも、この問題が出される前に自分がここ最近の音楽シーンがびっくりしたなって思ったのが、イントロがある曲がもうほぼないんですよ、うん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 、いきなり歌が入る。例えばここ最近流行った曲、ここ最近でもないか、あと例えばアドさんのうっせぇわだったりとか、うん、あれも素直、一番最初ド頭から歌で始まったりもしますし、うん、なんか昔のそれこそ1990年代から2010年までとか、あのあたりのイントロを結構長く、うんうん、入れてっていうような曲はもうなくなっちゃって、うん、でもそれもまあ理由としては、今の特に若い人たちの世代、まあ、そもそも若い人たちは何やってるかっていうと TikTok をやってるじゃないですか、はいはいはい、なのでもう開いて
数秒経って面白くないと思ったらもうすぐにスワイプして、あこういうふうにしていく人たちがほとんどなので、そうですね、まあ要するにその音楽に限らずですけれども、音楽というものに対しての消費スピードが恐ろしく速くなる、SNS によって恐ろしく速くなった、うん、結果ギターソロを飛ばすという。普通に長いよなってなって、ね、はい、そうだね。確かにね。そうだ、もうイントロにギターがウィンウィンとかって言ってるのがもうない。ない。もうないわーってなってるんだね。何それみたいな。はい。うん、確かに。これがだから、まあどう捉えるかなんだよね。はい。うん、だから、俺はそう思ったのは、あ、ギターってもうなんか必須じゃないんだ。はい。今の音楽にとって。なんか、ギターが残るかなと思ってたんだけど、まあそういう傾向もあるんだなっていうね。はい、まあでもさ、これってずいぶん前からさ、例えばセカオバの人がさ、なんかもうエレキギターとかダサくないみたいな発言をさ、はい。ずいぶん前からしてて、ちょっと炎上したりしたんだけど、はい。その発言が炎上した頃って多分ここまでギターがなんかもういらんってなるとは思ってなかったと思うんだよね、はい、周りの人は。ダサいかどうかはまあ置いといたとしても、まあギターって必要だよねっていう考えというか概念もなくなってきたのかなっていうふうには思います。どの楽器もそれぞれの良さというものがしっかりとスポットライトを浴びるようになったのかなっていう感じはします。なんかベースとかあとシンセとかがなんか存在感増してきたかなっていう感じあるよね、うん、そうです。結構なんか楽器それぞれに対する使用用途って言ったら変ですけれども、うんうんうん、ベースってキーボードって普通はこういう部分を弾くものじゃないって言われていた、いわゆる普通というものがもう変わってきたんで、うん、確かに。ギターはどうなんですかね。ギターは結構自分わかんないんですけど、うん、昔からやってる人たちが想像するギタリストとはみたいな、ギタリストのサウンドとはみたいな、まあ、ちょっとギターヒーローみたいな人も少なくなってきて、はい、で最近のギターヒーローって呼ばれるような人ってどっちかというとファンク系でカッティング系だったりする、はい、あのバルフペックってバンドがねでギターやってるコリー・ワンって人がいいんだけど、はい、そういう人とかが今次世代ギタリストかな、あのヒーローかなって言われてるんだけど、でどっちかというとその人とかもバッキングギターなんだよね、はい、バッキングギターだけどそれがめちゃめちゃかっこいいみたいなスタイルだったりして、どんだけ、うん、なんかメロディーとか早弾きできるかとか、はい、そういうのではないのかなっていう感じ、うん、ギターのだから夜遊びとかそうじゃん、はい、ギターなんて合ってないようなもんじゃん正直、はい、うん、でもすごい上手いギタリストを起用してるし、そう思うとね、まあだからほんとバックでちょろっと鳴ってくれてりゃ別によくて、はい、ほんとエッセンス的な味付け的なものにだんだんなってきてるようなっていう感じはするよ、ね、はい、うん、なんだろう、ギターが主役を張るみたいな、はい、もうギタリストがバンドの顔だくらいのとこではなくなってきてる気がする、はい、うん、それ聞いてちょっと思い出しました。なんか曲を通してなんか抑揚がなくなったというか昔に比べて、例えば今ここでベースがそーっと入ってきて、なんかこうサウンドを聴いても、あ、ここでベースが入ってきた、うん、で曲を流してきてブレイクが入って、あ、ボーカルが決めた、でその後かっこいい C メロがあって、あ、なんか右からかっこいいギターソロが聞こえてきたみたいな、それぞれの要所要所というか構成の要所要所でこう抑揚みたいなものが多分昔はもっとあったと思うんですけど、そうだね、今どっちかというとあの DTM の、 あの FM スタジオってあるじゃないですか、あれで作るようなミュージックトラックで作るような感じの音楽が結構増えたかなっていうイメージはあります、うんうん、そうね、多分ギターを弾けない作曲家とか DTM も増えてきてるかな。そうですね、まあ、弾く必要がないっていう方が入るわけだ、はい、うん、だからやっぱどんどんマイナーなものになってたよね、ギターがマイナーでニッチなものに、はい、ギターをプレイするっていうことになってきてるっていうか、
うん、だってギターを覚えるの大変じゃん。まあ、大変ですね。すげえ敷居高いもん。敷居高い。0、1にするのがすげえ難しい楽器なんで。そうそう。だからなかなか作曲するとかがなんか同じくらいのハードルになってきてるの今、逆に。本来はさ、ギターが弾けないと作曲できないんですよ。はい、ギター弾けた先に作曲があったんだけど、今ギター弾けなくても作曲ってあって、はい、そのハードルって同じくらいか、まあ、ちょっと作曲は高いくらいかもしれないけど、はい、でもガレ版で打ち込みとかさ、はい、全然できるから、センスがある子はギター弾けなくてももう曲作れちゃうんだよ、うん、ってなってきた時にだんだんギターの需要というか、ギターをそこアレンジに入れるっていう発想自体がなくなってくるっていうか、はい、うん、逆にドラムは生の音が欲しいから、はい、って言ってドラマーの需要は俺高まってると思った。なるほど、うん、結局メロギターって上物だからさ、はい、他のものでも代用できるけど、生ドラムは代用できない、はい、打ち込みの音は代用できるけど、はい、っていうか打ち込みの音でいいけど、でも生ドラムっぽいちょっと有機的な音欲しいなと思ったら、絶対その作曲をする人ではダメだから、うん、やっぱドラムを実際に叩いて分かってる人じゃないとそこに表現できないから、はい、生ドラムに対しての需要は結構増えるのかなっていう印象だね。で、上物っていう言葉でギターとかシンセとかは一括りにされつつあるのかなっていう印象がありますわ、うん、昔はギター優勢だったけどどんどんとカテゴライズされますね、うん、そんな感じかな。いやでもロイヒさんどうですか。作曲にギターを入れること、それともギターを飛ばすこと。あ、今どっちかというと話の観点が、はい、まあ、そんなどっちの方に行ったんで。そうやね、まあまあ、流れとしてはでもそのギターがの需要が減ってきてるんじゃないかっていうところ、ね、プレイヤーとか、そう、そのもう世の中が音楽求めてない、ね、そうそうそう、ギタープレイを求めてないっていう流れがあるからギターストローが飛ばされるっていう現象が起きるのかなっていう。まあ、メズインちゃん聞く人なんかそのね、そういう好みの問題もあるから、はい、別にニッチなものでもいいと思うし、うん、ライブに行くような人たちはそのニッチな人たちだから、そのバンドが好きとか、うん、ニッチなものだからよりそのコアターゲットをに向けて別にね、ギターソロを入れる、ギターを入れるっていうコアターゲットに向けての音楽と、また全体の母数が多い世界に向けて発信するような曲とはまた別だよねってことになるから、うん、別にいいじゃん、どっちでもっていう、なんか個人的にきっとね、わかんないけど、今このツールとの距離感で、うん、エリック・ラプトンが俺のためにギターを弾いてくれたら感動すると思うんだ、はい、どんな人間でも、まあ、分かんないよ、そんな今の人たちがどうとか分かんないけど、それなりなんか得られるものはあると思うんだよ、はい、音楽が好きであれば本当に表現者、神様と呼ばれてる人が俺のために今曲ギターを弾いてくれたら感動すると思うし、そうしたらまた価値観が変わるから、はい、まあ、別にその聴いてる人次第だからいいじゃんって感じ。なるほどね。今ちょっと話しててふと思い出したんですけど、うん、最近のアーティストさんでギタリストって誰だっけと言いますか、あんま想像ができない。要するにギターヒーローとも言わないですけど、あ、まあ、だから自分の中ではギタリストといえばみたいなの言われたら、まあ、例えばそれこそ先ほど言った、まあ、海外の方だったらエリック・クラプトンだったり、あとは、まあ、ジミ・ヘンドリックスだったりとかって、まあ、日本人だったら自分はパッと今思いついたのはホテイさん、ホテイトライスさんだったりって出てくるんですけど、どの方々もどちらかというとかなり昔、まあ、今でも活躍はされてますけれども、イメージとしてはこう昔からいるっていうイメージじゃないですか。そうね。じゃあ今現れたギタリストってこう誰ですかって言われた時に今パッと出てこない
ですよね。そうだね、まあ、SNS でちょっと流行ってるくらいとかさ、はい、ちょっと有名なバンドのバックやってますくらいはいるけど、はい、うん、でもなんかもう今ギタリストといえばこの人みたいな風に、はい、本当誰もが認知してるレベルでっていうとちょっと実はいないよね。なんか今そのギター演奏者上手い方が、まあ、SNS でも何でもいいんですけど、うん、で自分の中ではギターをめっちゃ弾ける人っていうイメージしかないんですよ。ギタリストってイメージがあんまないというか、ギター上手いよね、うん、この人すごいよね、なるほど、ギター本当に上手く弾ける方っていうイメージしかなくて、うん、ギタリストっていうワードがなんかスポンって入るっていうイメージがあんまないんですよ。うーん、それは何が違うんだろう、何が違うんでしょうね。何が違うんだろうな。バンドに所属してるかしてないか。いや、その人を見たいか見たくないかじゃないですけれども。多分エリック・クラプトンの曲を弾いているめちゃくちゃギターの上手い人っていう方は俺別に見たいとは多分思わない。上手いって感動するとは思うんですけど。ありがとうございます。その人が一つのジャンルになるくらいのそうですものがあるかないかって感じね、はい、うん、そういうそこまででくくるといないね。ないですよ、うん、あとはその一番初めにチュールが言ったけど、まあ、TikTok、SNS の流行りということで、で、まあ、あとコロナ需要ってことではあるけど、生の音を聞くことが少なくなってると思うんだよね。はいはい、お疲れ様ですか、どうぞ。お疲れ様です。いや、まあそれは CD、あの配信レコーディングで非常に今技術が進んでてさ、まあライブっぽいあの、うん、音をデジタルで聞くことってできるけど、はい、生で聞くことって本当ないと思う、うん、そこが一番の問題かなと俺は、うん、生で例えばねライブとか興味ねえしとか、はい、音楽とか別に興味ない、なんかそんなの聞かないけど、でもいざ本当に表現者と呼ばれるあのギタリストがライブで弾いてるのを最前列で見たら誰しもなんか来ると思う、ここ、はい、そういう体験があんまり少ないのかなと俺は思うから、デジタルだったら別に飛ばしてしまうっていう現象がまああるんじゃないの、はい、確かにね、生で聞いたらあでもこのなんかいいなとかって思うだろうし、飛ばしてたとことかだって別に俺も分かんない X 長えなとか思うさ始まるまで長えなと思うけど、ヨシキが目の前でピアノ弾いてたら聴いちゃう、うんうん、そういえばなんか曲を聴いてそれ想像できないですね、最近の曲はなんかあまり、例えばですけど、まあ、自分が実際直接見に行ったことがないからっていう理由かもしれないですけど、自分結構ヒゲダンの曲好きなんですよ、うん、でもヒゲダンの曲を聴いてもヒゲダンが演奏してる姿があんま想像ができない。ああ確かにそれはちょっとわかるかも。なんか結構昔はって言ったら変ですけど、なんか前のアーティストさん、まあ昔から聴いてる楽曲とかはなんかそういうのが結構想像できるっていう、うん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 そうだね、あとは音楽に触れる時間がないんじゃん、そもそも、ね、要するにデジタルな、ね、世界だし、はい、今ってだって俺も言ってしまえばあれだよ、久々に今日ベース弾いたし、うん、はいはい、ギターすら最近弾いてなかったから、音楽にその俺みたいな人間ですら
ちょっと今日は海外ドラマ見てえなとか、いろんなその手軽にコンテンツが増えてしまったことによって音楽の需要が下がるって仕方ない、確かに。だからまあね、求められてないわけではないと思う、はい、きっと。要するに、よりも、よりコアなターゲットにベクトルが向いただけの話、はい。それを言ってしまったら今月9見てるっていうのと一緒だなると思うし、はいはいはい、今ね、高校生とか中学生の頃が月9見たりしてたけど、今もう見てないよね、見てないね、 YouTube とかと一緒な状況だから、確かに別に見る人は見るし、よりコアな人は見るだろうし。そうだね、もう水曜日のダウンタウンとお笑い向上委員会しかないからな。なるほど、テレビもそうじゃん。そう、ね、で逆にスキップしてもいいじゃん、なんかそういう人はそういう人でその人の人生があるから、逆にそれ以外で、いやいいよな、やっぱギターソロいいよねとか、後ろであのベース鳴ってるのいいよね、ドラムがとか、そういう人に向けていけばいいんじゃん。いいか悪いかではないと思うんですよ、本当に。ただもしなんかそれに対してギターソロを飛ばす問題に対して、まあどうでしょう、一石を投じるじゃないですけれども、なんかこう不満といいますかあるんだったら、もう自分から動くしかないと思いましたね。なんかだってさっきも言った通り、ギターヒーローといいますか、ギタリストって呼べる人が想像できないような中になってしまったんで、そうだね、なんか真似したいなって人がいないよね。ないです、この人みたくなりたいなって人だ。俺さっき言ったコリーワンとかそのくらいだもん、すげえかっこいいな、あの人。そのスキップしてる人たちが多くなって、どういう問題に発展してる、いや、なんかやだねってっていうのをつぶやいたら、いやふざけんなみたいな、そういう感じになって、なんか発端としてはなんかニュースで、いわゆる今の Z 世代と呼ばれる人たちはこう音楽を聴いてるみたいな話題として上がって、それに結構ギタリストのとかが食ってかかるみたいな。いや、まあいいんじゃん。まあなんか、なんかみんながネタにしだしたよね。ちなみに個人的に一番好きだったツイートは、なんかギターミュージシャンで、ギター弾いてる方でミュージシャンで、ネタでツイートで、そう、俺なんかギターソロ以外全部飛ばしてるけどってあれはちょっと面白かったですよ。あのね、なんかその左に対していろんな意見があってちょっと燃えたみたいな。そうです、燃えたって感じ。まあでも燃えたで言ったら自分はそれこそあれですね、まあなんか記事な、ネット記事になったんだよ。すごいね、そんなんでネット記事になるんだね。なります。いや、すごいわ、まあ、そう。で、俺正直シンプルに、あ、そうなんだ、ギターソロ飛ばすんだ、じゃあ例えば歌メロのとこにギターソロ入れちゃえばいいじゃんとか思ったわけ、はい、普通にもうマーケティングだよ、完全もはや。だから、あ、じゃあギターソロって枠をわざわざ作るからみんな飛ばすんであって、そうじゃないとこに入れればいいじゃんって俺は思った、はい、普通に。ラスサビの最後にさ、ギタースローめっちゃ弾くとかさ、俺もともとそういう手法好きやさ、ね、前にもやってもらったじゃん、そういうの。だそういうのでいいじゃんとか、例えば中間にね、短く回数分けて持ってくるとかね、はい、サビ終わりの、サビ終わりの4小節だけとか、はい、ギタースローみたいにさ、8小節も16小節取っちゃうと、嘆いてなるけど、4小節ないじゃん、はい、すぐ次の M に入るんだから、はい、とかね、例えばね。あ、じゃあそういう風にすればいいんだなって俺は終わった、正直。それを見て、それを聞いた瞬間、あ、そうなんだね、はいはいはいみたいな。でも別になんかイントロ飛ばされいない、イントロがね、こうなくなってさ、歌メロが入るの別にいいし、ね、わざわざ中間のギターソロが飛ばされるっていうなら、あ、じゃあそれ以外のこと考えましょう、はい、でもギターソロなんかいるよね、楽しいよね、
じゃあ俺たちどうすればいいかなって考えればいいじゃん。なるほど。で俺は終わったわけ、正直。そう、俺も結論はそこなんだけど、うん、自分はだってかっこいいギタリスト今いねえじゃん、だって想像できねえもん、そりゃそうだよ、で終わっちゃった感じです。なるほど、ね、うん、俺ならどう入れるかだったね。そうそう、だからもうあのラスサビに入れるとか、ラスサビの盛り上がってるところに入れたら変化にもつながるから、はい、いいなって。でギターソロも好き放題弾けるしめっちゃいいやんみたいな感じだったのっていう、なんか多分それぞれ 案があるし、意見も考えもあって、はい、それぞれがギターソロがないってことをなんか前向きに捉えて、うん、いければいいんじゃないのとは思ったねっていう、ちょっとカメラこっちだけしか映ってないけど大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。あの天の声みたいな感じ、天の声みたいな感じ、今回はやらせてもらって、はい、個人的にはこの後話そうとしてあの、うん、あっちの方の話題が結構俺の中ではいろいろと、あ、何ですか、じゃあ行きますか。